はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンタークロス、今回はガムートの狩猟をやっていきたいと思います。まあ最初に出ていたやつなんですけれども、まあゾーンみたいなやつですね。かなりでかいモンスターになります。で、モンハンクロスには4大メインモンスターというのがいるんですけれども、まあそのうちの1匹で、4匹いるうちの中ではガムートが一番やりやすいかなと自分は思います。まあ見た目がね、でかいんで、動きも全然素早くないんですよ。なんで、ひたすら攻撃ができるんで、まあ一番狩りやすいのではないかなと感じております。で、武器、装備がちょっと変わってますので、ガンランスですね。拡散型のガンランスで、防具はザザミシリーズです。ザザミシリーズにすると、ガード性能プラス1がつくんで、こちらを使用してます。で、あと穴に砥石をつけて、砥石使用高速化ですね。やっぱりガンランス切れ味かなり消耗が激しいんで、まあ頻繁に研ぐことになるので、こちらをつけて、で、お守りは全然いいの持ってないんで、まあ最初のこれをつけっぱっていう感じですね。あとは、そうか。スタイルはストライカースタイルになってます。で、仮技はこの3つ。で、ガンランスのストライカースタイルは、前段発射ができないんですね。要は叩きつけが発生しないんで、前段発射ができないんですけれども、まあそもそもこの武器は拡散型なんで、まあ前段発射はあんまり使わないかなと。っていうか、使わないですね。なので、それだったらストライカースタイルでいいかなと思ってます。じゃあ行きましょうか。で、ガンランスはちょっとね、戦い方が地味なんですよね、やっぱり。なんでこう動画的にどうなのっていうところは、感じてますけれども、まあとりあえずやっていきますか。ガンランスやっぱね、強いっす。発見。ガムートは一番最初8番にいますね。まあ一番最初はペイントボールつけますか。こいつあんまりつけてもしょうがないけど、一応。でね、このね、鼻を狙うとなるとね、ちょっと大変なんですよね。基本的にはこの銅の下に潜り込んでひたすらつくっていう。で、でかいんで、ちょっとね、何やってるんだっていうところはあるかもしれないですけど、ちょっとカメラワークをうまく使って、まあ、何やってるかくらいはちょっと分かるようにしたいな。で、雪だるまのね、消散剤、すげえ役立ちます。一瞬で解除してくれるんで。いてめっちゃ食らってんな。で、ここで消散剤と。拡散はね、ただ2発しかたまんないんで、そこがネックなんですけど、これね、多分ね、ガードできないんですよ。まだ大丈夫かな、パワー的には。あとはもう、あれですね、足元でひたすらついて、砲撃撃って、ついて、砲撃撃ってみたいな。で、基本は3発やって砲撃なんですけど、まあここの月を何発にするかっていうのは、この切れ味ゲージとモンスターの挙動によって変える感じですかね。まあちょっと攻撃食らいそうだなってなった時は一発撃ってみたいな。で、ガードに移行してっていう。で、この切れ味ゲージはなるべく右の方で維持はしておきたいんで。おっと、落ちてきた。これね、黄色だとね、あれなんですよね。うわ、これはね、ガードできないやつだ。雪のところが弾かれちゃうんですよね。おお。一応絶対回避をつけてるんで、まあストライカースタイルにすると仮技の溜まりゲージが早いんで、あぶね。頻繁にね、絶対回避ね、使ってってね、いいと思うんですよ。なんか別に絶対回避使わなくていいかなみたいなところで使っても結局すぐ溜まるんで、だったらちょっと
安全性を重視して研いじゃおうかな。もう向こう行ってるんで。早い、いいね。あとはまた潜り込んでひたすら突く。ほい123、ほい123と。これはいやーダメかー。ほいほいほいボン、ほいほいほい。ちょっと角度が悪かったな、攻撃打つには。まあ、拡散はね範囲が狭いんで。おっと、小3小3。あー、くるくるくる、さよなら。ツイスター君が雪だるまになってたな。なんでそこまでね頻繁にダメージを食らう感じではないっすね。あとはもうここでひたすらついてついてつきまぐるもうそれだけっすランスとガンランスは地味っすからね。まあ、ガンランスは砲撃を絡めるんで、まあ、まだちょっと見せ場はあるかもしんないんすけど、ランスとかになったらすげえ地味なんだろうな。まあもったいないけど、砥石使っちゃいましょう。どうせなんで。あとあんまり砲撃を打ちすぎるとオーバーヒートしちゃうんで、オーバーヒートしちゃうとゲージが一番左で固定されちゃうんで、そこもね、管理しないといけないんで。あ、そう、ストライカーね、スタイルね、ちょっとね、ノリがね、難しいんですよ。基本ノリはね、狙っていけないっすね。叩きつけがないんで、あんまり当たんないっす。ジャンピング攻撃が。すげえもう全然わけわかんねえな。おお、弾の補充の時に食らってしまった。もうここでねひたすらつくっていう。これをさガードするってさ、どういうことだよ。お、猫ちゃんよくやってくれた。これはこれは食らうよね。やっぱりこの技はガードできないんだな。ガード強化つけないと。ちょっと落とし穴に誘導しますか。せっかく毒の落とし穴を張ってくれたんで、ま、ついでに研ぐか。あ、しまったしまったしまった。ホットドリ、そう、閃光玉とかも打ってくれるんですよ猫。でもそうするとちょっと誘導はできないからな。どこへ行く。ほらほらほら、ほいほい。あ、やばい、そろそろゲージがオーバーヒートするな。あとはもう月メインで。おお、消散剤。そろそろまた一発撃ってもいいかな。ほい、まあ、隙があればね破山流撃砲とかも撃ちたいんですけど。てかエリア移動したな。罠が無駄になったか。まあガンガン研いでいきましょう。切れ味が落ちるよりはもったいないけど、研いでった方がいいですね。
で、竜の息吹があるんで、これね、いいんすよ。ゲージがね、一番右でね、固定されて、その砲撃が2発分になるんですよ、一発で。って書いてあった。なんで拡散砲がね、2発撃てるっていう。これ当たってる？あ、当たってるか。あ、これね、破残流撃砲いけんじゃん。くーらえー。勝つ。流撃砲も撃つ。あれ、撃てない？ん、こいつ今疲れてる？疲れてんな。だいぶヨダレンジャーになってる。では狙わせていただきますかと思ったら怒った。おお、食らった。これでね、ついてジャンプ攻撃。うやばい、ちょっと油断しすぎたな。おお、なんだかんだで役立つ絶対回避。だいぶ減ってしまったな、ヒット分とは。そろそろ竜の息吹も切れそうだけど。ほら、オッケー。いや、ガンダンスね、ほんと強いわ。地味だけど。はっきり言ってやってることはめっちゃ地味っすからね。ひたすらモンスターの下でつくっていう。で、あと、そう、今回モンハンクロスになって、この剥ぎ取りとか採取って、A ボタン押しっぱなしで、最速で枯れるんですよね。これすげえ最近知って、めっちゃ楽になりました。今までね、A ボタンプチ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 連打してたんですよ。まあ、まだね、貝なんで、しかも村クエなんで、まあ、モンスターもさほど強くはなく、楽に枯れますけど、まあ、やっぱり、ガンランスはガード性能プラス1は欲しいっすね。で、本当はガード性能プラス2があると、もっと張り付きが多分楽になるんで、さらにいいかなと思うんすけど、さすがにそれは、無理かな。ガード性能プラス2は、今の段階ではつけらんないっすね。さて、まあ普通だな。で、これが塊。そう、鼻をね、やっぱりね、破壊しようとすると時間かかると思うんですよ。多分ね、なんか鼻みたいなその素材があったんで、多分こいつの一番レアアイテムは鼻っすね。で、鼻はね、あの捕獲でも出ました。捕獲したら鼻が出てきたんで、まあいちいち部位破壊ちょっと面倒だなと思った時にはちょっと捕獲でやってもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで4大モンスターのうち一番最初ですね、ガムートを狩りました。じゃあまた次からはまた4大モンスター残り3体も、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。